公開条例、公開条例、公開条、異上例、a ナビアク ACRUTS は1651年にイングランド共和国で制定された法律である。公開法、公開条例とも呼ばれる。イングランドの貿易をイングランド戦に限定した。これにより、戦時にも十分な数の船を確保でき、重商主義を通じて、保護貿易主義の形を作ることになった。アクッツと 複数型で呼ばれるのは、公開条例が制定されたのが複数回、1381年から1696年にかけて9回だからであるが、ここでは歴史的に最も頻繁に研究される1651年の公開条例を中心に古希。1381年1485年1540年の公開条例は、 海運を盛んにし、海上防衛を強化する点に、重きが置かれていた。1381年に成立した条例は、イングランド所有の船が当時は少なかったため、無効化した。1540年の法制提示には、イングランドの貿易省は、大きくて不便な、イングランド船よりも、小回りの利くオランダ船を主に使いたがっていた。1651年の公開条例は、 オリバー・クロムウェルが実権を握っていたイングランド共和国の議会により可決され、共和国政府が発布した条例でオランダ商人による中継貿易の排除を目的とした。英乱戦争のきっかけとなり、イギリス商業革命の要因ともなった。公開条例制定を決定づけたのは、80年戦争におけるイングランドの貿易の大きな落ち込みであり、 それと同時に起こったスペイン帝国とオランダ共和国間の通商停止の解除だった。両国の通商停止が1647年に終わったことで中継貿易港アムステルダムの全権と他にオランダにおいて他国と競合し得るだけの利益とが解放された。その後数年でイングランドの商人はイベリア半島や地中海地域レバントにおける貿易で オランダに圧倒された。イングランド植民地との貿易でさえも、当時は、新京都革命の最終段階にあたって、イングランド共和国が、植民地に対して、まだ権威を持っておらず、一部の王党派の勢力下にあったイングランドは、貿易面で、オランダの独占状態にあい、直接貿易もレバント、地中海、そして、スペインやポルトガル帝国からの商品が、一気に押し寄せてきたため、 締め出しを喰らい、西インド諸島との貿易も、オランダの貨物船を使ったため、オランダの収益となった。もとより経済状態の良くなかったイングランドでは、1649年、貸付金の安全性を高めるべく、ランプ議会が、教会や王室及び王党派の領地没収を行った。 それでも財政は潤わず、議会はの縮減を要求するに至ったが、これに反発した軍は、ランプ議会を解散させ、総選挙を要請した。その後の国政は、混乱を経て、新たに、ベアボーンズ議会と呼ばれる議会が、誕生。やがて1653年に、クロブウェルの五国教就任へと繋がった。イングランドとスコットランドは、これらの望まざる輸入には関わらないのが、どうやら、 正解のようだった。イングランドが先例としたのはグリーンランドカンパニーが1645年に自社の船以外の貨物船でクジラ製品輸入を禁じた条例だった。1648年にはレバントカンパニーが国会にトルコの商品をオランダや他の土地の経由でなしに生産地から直にイングランドに輸入してほしいとの請願を出した。 バルト海沿岸の国々と貿易を行う商人たちもこれに便乗し、1650年には、スタンディングカウンシルフォートレード常設貿易委員会イングランド共和国国務評議会とが地中海や植民地の産物をオランダ経由でイングランドに輸入されるのを阻止する総合法を立案した。1651年。 クロムウェル式下の議会で最初の公開条例の法案が可決された。この法案はイングランドの植民地貿易の利権を守るため、そして急成長するオランダの海洋貿易からイングランドの産業を守る目的があった。その条件としてはである。また、イングランドは居住地でなく国籍を重視したため、イングランド植民地の住民は 植民地間の貿易を行うことができた。また、イングランド用アジアやアフリカの物品は、ブリテン諸島やアメリカの植民地のみにしか送れなかった。逆に、西インド諸島やアメリカの植民地からは、外国船で諸外国に送ることができ、ヨーロッパ諸国の輸出品は、イングランド船で運送するか、産出国の船で運ぶかのどちらかだった。この条例は、特に、 オランダに対象を絞っていた。もともと同じプロテスタントの共和国、当時として友好関係にあったオランダとの関係が30年戦争でオランダがスペインの所領と市場の多くをのにしたことで変化、イングランドと張り合うようになった。オランダはヨーロッパの各国間での貿易の大部分とイングランドの沿岸貿易の多くをも握っていた。条例によりオランダは 不可欠であるイングランドとの貿易から締め出された。オランダの経済は競争力があったが、イングランドと互いを補足し合う関係にはなく、条例施行後も、両国間での取引はなされていた。しかしこの条例によって、オランダの商業が依存していた、中継貿易は無力化され、オランダの船は、オランダの輸出品、主に乳製品を、イングランド、その植民地に送るだけになった。しかも、 この貿易での収益は、オランダの貿易収益全体では極わずかであった。公開条例は、しばしば第一次英乱戦争の主な原因と言われるが、条例そのものは、イングランドの大々的な外交方針の一部でしかなかった。その方針に基づいて、オリバー・シンジョンとウォルター・ストリック・ランドが、イングランドとオランダの同盟を交渉したものの、失敗に終わり、シンジョンは、 交渉で恥をかかされたことへの指示として、この条例を推進した。1652年、両国は交戦状態に踏み切った。1653年に、イングランド海軍は、ポートランドの戦い、ガバードの戦い、そしてスケフェニン編の戦いの勝利と、自国領海の戦いで圧倒的な強さを見せた。もともとは、1651年の条例の限定条項を無視した。 オランダ戦への攻撃が発端だったが、バルト海や地中海といった戦場をはるか離れた場所では、オランダはイングランドの貿易を停止し、独占権を握っていた。英乱両国は互いの首を真綿で締めるようなことをやっていた。最終的に、オランダは条例を認めざるを得なくなった。1658年にクロムウェルが母子。 息子のリチャード・クロムウェルが五国教に就任したが、軍との圧力から失脚し、これが王党派の勢いに火をつけて、新教都革命の終焉と王政復興への道を早めた。公開条例は王政復興後も続いたが、18世紀以後は様々な制約が加えられた。1651年の公開条例は、イングランド植民地における外国戦。 オランダ船の交易を禁じていた。1660年には、砂糖やタバコなどの植民地の主要産物は、本国にのみ輸出できるとし、他国への輸出を止め、イングランドに直接送られる特定輸出品がリストアップされるようになった。特定輸出品は、砂糖、1739年まで、愛、タバコなどで、18世紀には、米と糖蜜が加わった。 さらに1663年の条例、指定市情報はヨーロッパから植民地への輸出はイングランドを介して行うものとした。これによってイングランドは植民地との交易を完全に掌握するに至り、密貿易を取り締まる目的で1673年にも再制定された。1696年公開条例は、商務植民地長、商務員、イギリス商務省の前身。 ボード・オブ・トレード・アンド・プランテシャンズを設置し、貿易の統制、監督を行わせるためのものであった。1773年にも西インド諸島の砂糖を対象に重税を課した法が制定され、このため砂糖の値段が急騰した。この法は、糖密条例と呼ばれた。この公開条例は、本国と植民地の相互関係にあったが、反対運動も起こった。 ジェームズ2世が条例を悪用して植民地の自主性を妨害したことへの非難やこの条例の課税手段下への反発もあった。また、本国の産業を守るために帽子作りや羊毛工業に歯止めをかけ植民地産業のダメージをもたらした。1750年にも競合を避ける意味から植民地の連結や高加工の発達に待ったをかけたこともあった。 帽子や鉄鋼にまつわる、あからさまな制限、あるいは密輸は、かなり一般的に行われ、17世紀から18世紀にかけては、北アメリカへ、複雑な海岸線を利用しての密輸が後を絶たず、本国政府もこれへの対応が遅れていた。それ以外に、関税機関の職権乱用や、賄賂、偽造などが密輸を手助けした。18世紀半ばには、密輸が当たり前になり、 佐藤法、1764年や茶法、1773年が定められたが、密輸業者への懲罰というよりは、アメリカの愛国者放棄の火に油を注ぐ結果となった。イギリス帝国の貿易は、アメリカ植民地あってこそのもので、また、ニューイングランドの造船産業は、公開条例による保護貿易の恩恵を受けていた。その後に開かれた第一回大陸会議では、 ベンジャミン・フランクリンにより公開条例をアメリカの諸植民地に沿って制定するという提案がなされた。1707年の合同法施行までスコットランドは外国として扱われ、1670年から1779年の間アイルランドは条例の適用外だった。これら諸公開条例は次第に強制力の強いものとなり、それへの反発で、 アメリカ独立戦争が起こり、条例は重大な危機に瀕した。その後違法行為が増え、輸出品目の列挙は1822年に廃止された。イギリスにおける自由貿易の支持者の台頭により、公開条例と同じく保護貿易政策だった穀物法が1846年に撤廃された。公開条例も1849年と1854年と思って、 撤廃された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。